愛沢証券株式会社は日本の証券会社。独立系の中堅証券会社で関東を地場とする老舗の旧愛沢証券に関西の平岡証券が合併した。2018年7月2日現在で国内61店舗を展開する。一吉証券、岩井コスモ証券、極東証券、丸山証券、水戸証券、東洋証券と並ぶ。 中堅証券会社に位置づけられる。外国株の取り扱いに力を入れており、中国株をはじめ、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、アメリカなど、幅広く取り扱っているのが特徴。店頭看板などには、相沢証券と記載されている。本社所在地では、日本橋一丁目東地区再開発事業が計画されており、 本社移転を検討している。コーポレートガバナンス報告書2021年1月6日、閲覧市販機報告書2021年1月6日、閲覧会社概要藍沢証券や幡証券株式会社との合併に、関する、お知らせ藍沢証券ニュースリリース、2015年8月14日、日本アジア証券株式会社の株式取得に関する、お知らせ 愛沢証券株式会社2017年1月27日日本アジア証券株式会社との合併に関するお知らせ愛沢証券株式会社2017年9月26日会社分割による持ち株会社体制への移行に伴う九州分割契約締結及び定管変更に関するお知らせ愛沢証券株式会社2021年10月9日閲覧 顧客を殺人未遂容疑。元証券会社支店長を送検なら新聞。2011年6月8日。弊社社員の逮捕について。愛沢証券ニュースリリース。2011年6月7日。毎日新聞2012年6月2日。ありがとうございます。